はい、皆さんこんにちは。朝なぎコンサルティングの司法書士の加用真里乃でございます。今日はですね、ちょっとですね、ゆるーくだらだと YouTube について話していこうかなというふうに思っております。今はですね、もう YouTube の時代というふうに、言われているんですけれども、その YouTube 自体がですね、意外とですね、謎に包まれているところが多くてですね、なかなか調べたら面白かったので、皆さんにちょっとぜひ、紹介したいなというふうに思っております。で、YouTube というものはですね、もともと設立が2005年の2月の14日ですね、今から14年前に設立がされております。で、本社カリフォルニア州に、ございまして、創設者は3人、チャド・ハーリンさん、それからスティーブ・チェンさん、ジョード・カリムさんという、3人で、YouTube を創設したというふうになっております。で、この創設のですね、理由がなかなか面白かったです。2004年に、スーパーボールという、アメリカのアメフトのですね、大きな大会がございまして、そのスーパーボールで、ジャネット・ジャクソン、マイケル・ジャクソンの妹がですね、胸を出してしまうというハプニングがあったということで、話題になりました。で、その動画をですね、ジョード・カリブさんが、ものすごく探したんですけれども、ないじゃないかということで、このジャネット・ジャクソンさんの、ハプニング道具がどうしても見たかったのに見れなかったという悔しさからですね、これは動画を共有するサイトが必要だというふうに思い立ったのが、この YouTube 創設の始まりというふうに言われております。ということで、2005年の11月にですね、 VC、ベンチャーキャピタルから、350万ドル約4億円の出資を受けて、スタートいたします。で、11月の出資を受け、12月の15日から公式にスタートします。で、その、1日のですね、再生回数は、YouTube 全体で800万回という再生数を出して、滑り出しとしては非常に良かったというわけなんですね。で、2006年頃になってきますと、こう違法コンテンツだらけになってきて、削除がこう追いつかなくなってきたりとかしていきます。で、確かにですね、昔 YouTube というのは、アニメが見れたりとか、今よりですね、規制というものがなくてですね、かなり緩かったというような記憶があります。私も当時ですね、12歳、13歳とかだったので、家でですね、YouTube でアニメを見たりとかっていうことがあったような、そんな記憶があります。気づいたらなくなってたんですけれども、それがですね、多分2006年11月、Google に買収されたことが多分きっかけで、こういうのも整備されてきたんじゃないのかなというふうに思います。で、もうその頃にはですね、1日1億回以上の再生数をもう稼いだということで、かなり人気のですね、コンテンツになっていたそうです。で、もう2017年2月、最近になればですね、もう毎分400時間分の動画が YouTube 内にアップされるということで、YouTube 時代の、YouTube、まあ、時代を象徴するですね、動画コンテンツにまでなったということです。で、ですね、私たち日本人の中で記憶に新しいといいますか、記憶かなりですね、印象に残っているのは、これは2010年の話なんですけれども、尖閣諸島の動画ですね、船、ですね、尖閣諸島動画をですね、インターネットカフェですよね、漫画喫茶から、その動画をですね、アップロードしたというのが、これがですね、非常に日本においては社会に影響をもたらしたんじゃないのかなと思います。 YouTube という、YouTube というものは、もちろん当時から有名でしたけれども、尖閣諸島の動画をきっかけにですね、かなり名前が広がったんじゃないかなというふうに思います。で、今ではですね、世界で、政治家とか、政党とかですね、が公式チャンネルを持ったりとかですね、YouTube とか、そういった SNS と言われるものはですね、国さえをですね、ひっくり返すことができるぐらいの、力を、持っております。で、政治家もですね、動画チャンネル持ってみたり、そしてね、私のような、ものもですね、自分で発信できるような、そんな時代になってきてですね、本当にですね、YouTube という、コンテンツの凄さといいますか、これはやっぱりね、時代を象徴する、コンテンツだと思います。そんなね、やっぱり YouTube にはもう、こんな時代にね、生まれて本当にね、私は毎日楽しくさせてもらっているので、もう感謝しかありません。本当にありがとうございます。
で、あの YouTube はね本当にあのでもね、まあ結局 Google の中に入っちゃったんで、さらに謎はね、深まるばかりなんですけれども、実際は、まあ、社員とかですね、まあどれぐらいいるのかっていうのも分かっていませんが、まあ1万人ぐらいで採用したいと当時言っていたので、まあ1万人ぐらい、まあ、もっといるのかな、多分いるとは思うんですが、まあ相変わらずね、結構調べても謎が多い、謎大きい、事業だなというふうに思います。ということで、今日はですね、ちょっとね、この YouTube、 私たちがいつも使っている YouTube のですね、まあ成り立ちというのをですね、ちょっと見てみたらすごく面白かったので皆さんと共有させていただきました。ということでね、今日は何だろう、特にね何がというわけではないんですけれども、ちょっとしたね緩い動画でした。また皆さん動画更新したいと思います。最後まで動画ご視聴いただきありがとうございました。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、でちょっとさっきですね紹介した尖閣諸島の YouTube 動画についてね、一言少し、言いたいかったというかコメントしたかったので、少しだけ、YouTube ですね、尖閣諸島の、中国漁船との衝突映像流出事件というのが2010年にありました。私もですね当時 YouTube を、見たような記憶があります。この方ですね、兵庫県神戸市のインターネットカフェから2010年11月の4日21時から5日間ほどですね、 YouTube 上にですね動画を流出させていました。で、この方はこれ、皆さん知ってると思うんですけど、概要としては中国がですね尖閣諸島に入ってきてですね、現場ではですねすごく、バチバチやっているわけなんですけれども、それについてですね、この当時のですね、海上保安庁の、方はですね、一人でも多くの人に、遠く離れた日本の海で起こっている出来事を見てもらいたい、一人一人が考え判断しそして行動してほしかったということを本人はコメントをしております。いわゆるですね、この尖閣諸島内に中国漁船が入ってきて、領海をですね、犯しているということを日本政府がですね、報道しない、それをですねやっぱその実態を見てほしいという思いからですね YouTube 上にですね動画をアップロードしました。でただこの方はですね、そのことによって2010年、12月にですね、いわゆるですねこの方は内部告発をしたわけですよね。でただそれがですねやっぱり国家公務員法違反、守秘義務違反、そして、データですね動画を持ち出したということで、窃盗横領とかのですね刑事告訴されてしまいます。で、それをきっかけに退職願いを出したんですが、懲戒免職にしたい、懲戒免職にするという旨を告げられております。しかしですねちょっと YouTube 上に出したことがきっかけで世間を騒がしたということもあり、結局退職届は退職願いというのは後に受理されて、懲戒ではなく、退職という形を取っております。だから、ただですね事実上の懲戒というふうになります。でその後ですねこの方は起訴猶予処分となって、国家公務員法違反で刑事告訴されたんですけれども、起訴猶予処分というふうになっており、今現在はですね、講演活動などをしているということです。これはですねいわゆる本当に、この方の、正義感ですよね。で、一人でも多くの国民に見てもらいたいんだというこの正義感からですね YouTube 動画に YouTube 上にアップロードしたんだと思います。でこれに対して、各政党とかね、内閣はですね、この方の思いとかですね、この日本で何が行われているかっていうそこを報道しないマスコミの問題とかそういうことではなくてですね、結局は国家のね重大な秘密を漏らしたんだと、それがいかにですね恐ろしいことか、いかに重大な事件か凶悪なことをやっているのかというそういった攻め方を、していました。でその中で、石原慎太郎さんのコメントはですね私はすごくなんかいいなと言いますか、やっぱりすごく良かったのが、これねウィキペディアにもすごく載っているんですけれども、
まあ、あなたの、ね、愛国的な行動を国民を代表して心からの敬意と感謝を申し上げたいと、売国奴の集まりのような内閣が愛国者を告訴したり、起訴したり告発したりすることをできるわけがない。私は国民の声なき声が政府を暗に動かしたと思うのですが、あなたが退職という形という残念な結果になったことは極めて遺憾ですというふうに語って、石原慎太郎が男泣きをしたという、ねことでございました。いや本当にですね、こうやってですね悪いこと、こんなにもね、実態を知ってもらいたいとかね、政府は隠しているんだといういわゆるですね悪いことを見つけて告発した人が、こうやっていじめられて、結局はですね退職という形ですけれども、事実上のね、首ないし、まあ、懲戒にされているわけですね。でこの方はまあ2010年にやってですね、まあ、こういう形になってしまったんですけれども、今ですね、もし今であったらどうだろうかと、考えるとですね、もしかしたら結果は違ったのかもしれないんですけれども、それによってですね、YouTube という、ねものがですね、いわゆるそのメディアが報道しなくても YouTube によってみんなに知ってもらえるということをですね、一番最初にこの人が、日本に知らしめたんじゃないのかなというふうに思って、そういう意味ではですねこの人の功績というのは本当にですね偉大なものなんじゃないかなというふうに思います。で現在はね、いろんなところで講演とかをやっているということで、私もですね、すごくこの方にはとっても敬意を表します。YouTube の力は本当に、無限大ですね。ということで、ちょっとねごめんなさい、あの尖閣諸島のことをすごくね、まあ、YouTube を紹介する中でね、あそういえばこんな事件あったなと思って、改めてねちょっと振り返ってみたい、コメントしたくなったので、少し、長引いちゃったんですけれども、今日はねこんな感じで、動画を終わりたいと思います。ということで、皆さん、また動画更新します。ありがとうございました。